はい、こんにちは。レールの佐賀です。リスプレゼンタです。えっと、また、今朝ほどポリディさんからプルリクエストいただきまして、えっと、昨日あのご紹介した、あの、ウォーニングですね。えっと、GCC でも、あの、リディファイン、最低義のウォーニングは出なくなるように改良していただきましたので、これで、あの、問題なく使えます。えっと、これは、ラズパイ3でコンパイルしたあ様子なんですけども、 えーと特に、あのリディファインのウォーニングが出てなくて、でね、この2箇所だけウォーニングが出ます。えっ、ー、と、これ何なんだろうな。まあ、ウォーニングなんで別にエラーになるわけじゃないんですけども、えー、GCC ではあの、えーミ、ミントだとかだとこれは出なかったんですけどね。あと、これもなんかこう、えーと、エドリスかな。エドリスのところで、えっ、ー、と、 その細かいボリュームでますけどもコンパイルは正常にできています。動作もちゃんとできておりますので、ラズパイ3でバージョン2.00、問題なく使えております。えだ、ーねうんだん楽しくなってきましたよあの、えーっと。アインシュタインの一般相対性理論、あの例の方程式ですけどもね、ね、えー、なんかとっかかりがつかめてきました。それでかねてからあの 言ってますようにその私のリスプに対するその姿勢っていうのは何かねあの例えば Web アプリケーションみたいに何か作るっていうんじゃなくてあのこの手のやつを理解したいの,のためのツールっていう色彩がかなり強いんですよね。あの数学の,あの数式を理解したりとか,でだからそれをエレガントに記述したいもんであのこの辺で d e パターンっていうマクロを特に作ったりとか。 関数の連鎖をあのエリクサーみたいにエレガントに表記したいんでパイプっていうマークを作ったりしたんですけども要はその、えっと、こういう数式だとか方程式なんかを、ね、エレガントに表したいなっていうのが願望があ強いためなんですよねでえっとまあアインシュタイン方程式テンソルが要なんですけれどもえっとあ、I s d プ s p、まあ、コモリスもそうなんですけれども、もともと多次元配列は使えますので、それを点、ま、数、あ、と見なして、いろいろとその演算子を定義することによって、理解深められるんじゃないかなと思っております。で、このご紹介で動画でですね、ようやくあの全体像が見えてきました。今まではね文的なところの、ねえー、と説明を数式をもとにして読むんですけれども、 つながんなかったんですよね。特にあの具体的なその画像イメージがいられなくて、えー、とんざしたんですけれどもようやく何か見えてきたかなって感じがしています。で画像イメージが見えてくるとあの数式っていうのもなんかこうあのおのずと理解できそうな気がしています。あの私リスポとかプログ作るときもそうなんですよあの、えーと。画像で考えてます。 考えてるこういう例えばガベージコレクションなんてのは結構ややこしくなってるんですけれどもあのが画像メモリーイメージですかねあのメモリイメージっていうかその何ていう、ね、あの。 方眼紙みたいなイメージがあってそこにこうセルがこうどういうふうになってあのパチパチ消えたり復活したりみたいなのをイメージしながら実施作ってましたしそれから難しいあのえっ、ー、とスインタックスみたいなのを実装しようとするときっていうのもやっぱり画像の頭に浮かべてるんですよあ,あれもそうだな D パ2プ2であのテンソル4次元テンソルを作るときもですね あの頭の中に画像イメージを浮かべてそれで,あので、えっと、あの紙に一生懸命書いてましたあの転送が変換されている様子を書いてそれであの、えー 色分けするのにペンでえー、っと蛍光ペンで色分けしてこれがこうなってこうこうみたいな画像イメージでああのあできるを測ったみたいにしてからコードに取りかかるとできちゃうみたいな感じなんですけど私どうもそういうタイプみたいなんですよね最初からあの数式だけだ,だけだと理解できないコードだけ読んでも理解できなくてえー、っと やろうとしている画像イメージがあってようやく何か理解できるタイプなもんですので本当今回あの画像を発見して動画ですごく助かりましたでそ全体イメージがつかめてしまえばあとはもう時間の問題だと思うんですけ、ね、ど意欲が続かないとねあ最終ゴール地点への道筋がぼんやりでも見えないと努力が継続しないもんですので、ね、よいよいよいけるかなという感じがしていますはい、じゃあまたお会いしましょう